今の作戦ダメかな、でもなんか生存率は高まる気がするんだけどな、うん、そうですね。ただやっぱビームの時にやっぱりダメージソースはかなり寄ってるっていうのはよくわかりますよね。まあレーザーは一発だからね。そうですね。レーザーは一発だから。それはかわしてもらえないことには。でもそれは今、はい、今回のなんだ作戦と関係ないとこだから、はい、うん、してようがしてまいがレーザーは一発なんで。ただその、はい、今回そのレーザーの時のみ攻撃チャンスなんだって思うがあんまりちょっと無理してるんだとしたら、それは無理しないで、うん、欲しいっていうことをちょっと心がける程度ですかね。はいはい。当たるんだ。あれ、なんかカナヒットしたように見えましたね。わー、これ第2形態前で死ぬと萎えるな。超絶萎えるな。食らいすぎー。ダメだー。あれ、なんだ今日全然かわせない。チャボ君の方は今ほらなんだっけ、あ、コロナウイルスとか。ごめんなさい、そう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 、コロナウイルスとかあれだけど、はい、仕事とかは特にうちは関係ない感じでしたね。ああ、うなぞうさんの方はなんかそういったのあったりしたんですか。うちはね、ね、あ、ちょっと嬉しいなんか聞いてくれて。そう、俺もちょっとなんか、わ、こいつシンジ君のくせに成長したと思って今。言おうと思ったけど、なんかすごいけなされ方されるんですよ。いや、だっていつも俺とうなどさん今本当にそう思ったんだよ今。だってこいつの質問返したっておめでとうおめでとうみたいな大エンディングやがなお前。人、人間扱いしてくださいお前。人だろお前、いつから人人気取りでいたの。パターン青ではないですいや、まあおかげさまで、あれですね、はいはい、だ、うん、なんとか頑張ってやってます。はい。お前らヒットポイントを見てはならん。はい。こっから40分かけるぞ。はい、偉そうな。いやこれでもレーザー入ってる時しか攻撃しなくなるってことは、はい、はい、強い。地名入れるタイミングもそのタイミングになっちゃうってことになるか。そうですね、必然的に。当たるんかい。あはいはい、ブーした人、ブーした人、はい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 。これ多分15回ぐらい行動したらやってくる感じです。数えてたんか。数えてた、数えてました。まあ、ちょっとどこをどう区切るかはあれですけど、大体分かってきました。15回縛り、うん、15回何かしら攻撃パターンを振ったらって感じですね。まあ、どれとどれが強いですか。はい、1 はい、2、これは分かんないです、カウントするか。はい、3、はい、4。いや、これも3かなと思ってます。あ、そう、あ、ワンセットかなと思って。セットね、ですね、セットです。はい、4セット。そう、はい、5セット。あ、えか、はい、6、6、はい、7、8、はい、9、はがばち、はい、10、あ、ビーム来た。違うか、 10できたな。10できましたね。さっきは14、5回で2回やってきたんですけど、ああ、でもやっぱ一定の奇策性があればなと思ってたんですけどね。そしたら目処もつきやすいし。あ、でも今数えるのはいいかもしれない。そうですね、1、1、2、2、都心、
あ、なんかちょっと殴んな。ごめんなさい。ちょっとお尻がガラ空きだったので。よーん。皆様。ゴー。あ、ぶねぐ。直撃か。あとシンクル。はい、6。死ぬかも。最強の攻撃。うほう。15回ぐらい今。突進。やばい。どうなんだろう。これ。次16回ぐらい。違うな。赤パッチじゃない。突進。あ、じゃなかった。ビームきます。よし。あ、ダメだ。飛ばされた。15回から17回。10回から17回。じゃ蹴らないで。11。はい。あ、来ます。12できた。12。くっそ飛ばされた。なんだ意味わかんねえ、さっきからは。10から15の間かね、大体。まあ、たまに、まあ、10ですね。ちょっと、揺れは、いろいろ揺らぎはあるみたいですけど、10回前後で、ガッガン来ると。10は、するな。これで2か。ですな。やっぱ10回超えたあたりでもう来るかなって思いながら動くべきって感じですかね。ごめん。あよいしょ。あーあーちょっと首振り圏内に、この距離は大丈夫だと思ってたのにごめん。いや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 。でもかなりいけましたね。でもいやこれやっぱりでもあれかな思ったんだけど。全然日和らんな、はい。そうですね。あこれやっぱ切れ目が回復してる可能性あります、ね。日和ゲージがやっぱりあの時しか殴らんってなると、はい、回復してまうってことかな。そうですね。ずっと殴ってる時はやっぱり殴っただけやっぱり切れ目早かったですもんね。じゃあちょっと一番最初また従来に戻して、はい。まあ、数えながらやりますよ、ね。いけるって思った時だけ殴るって、まあそれいつも通りなんだけど。はい、もう本当に今までよりも今のでほら10回ぐらいで来るかもっていう心構えがちょっとできたから、はい、だから無理のない範囲でちょっとあの第二形態も殴れるときは殴るモードにちょっと変えますか、はいはい、でも了解です。今のででもだいぶやつの、なんか動きが見れるようになった気がする、はい、そうですね、そうですね、今まで確かにずっと見ることってやってなかったんで、あれこの間 NHK で、はい、ファイナルファンタジー大投票みたいな番組やったらしいんですけど、見ました？見てないですね。僕見てないんですけど。で、そのまあ、サイトで結果だけ見たんだけど、はいはいはい。その、歴代のファイナルファンタジーの、まあ、はい、作品で、どれが一番思い出残ってる、面白かったかみたいな。うん、とあとキャラクターとか BGM とか、うん、敵キャラ、はい、の、はい、その投票みたいなことをやってて、はいはい、でタイトルで言うと1位がファイナルファンタジー10だったらしくて、あ、そうなんですね、うん、まあ10はね本当昔から、みんなね面白い面白い言ってて、はい、まあ俺やっとこの間、昨日初めていたあ、死ぬ、死んだ、ソウルロストした、あら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 、今目の前にソウルがあってそれを取ろうと思ったら殴られてちへあーまあ別にいらんのだけどムカつくあーちょっと残り日あと16になったよ、今日やばい、本当に俺今日やばい、すみません。いえいえ、いえいえ、いきますいきます。クリアしちゃいましょう、今日。なんだろう、この熱のない感じ。いやいや、そんなことないですよ。毎回気合だけはね、超入ってますよ。全然、そう、いや、入ってますよ、言われても伝わってきてないからね、その熱量が。うちに熱く秘めてるんですよ。って言いながら飲んでるからな。全然伝わってこねえんだよなねえ、チャボくんもそうだよね、今日クリアするぞって。そうですね、私は基本的にうちに秘めてますよ。困るとチャボに振るのやめてもらっていいですか
ねえねえそれ私は基本的にあの流されるタイプなので逃げですよ。優しいんですよ、すごくチャボくんが。だその優しさに、その優しさに逃げちゃダメでしょう。最年長が。生ぬるいと言ってもいいですけど。頼みますよ、気をつけます。ほいでね、その投票の結果がね。はいはい、はい、FF10 がっていうところまで聞きました。で、2位が7。うんセブン。ああ、名作と名段階。まあまあそこもわかるところなんですけど。うん、わ、はい、かりますね。3位がね、6なんだよね。へぇー。で、4位が9。はは、おぉ。で、5位が14。14。ああ、こうオンラインですね。ああ、エオルゼアですね。うん、はい。らしいんですけど。どうですか、これを聞いて。いや、僕は9が一番なんですよ。ああ、うなぞさんは9が1。はい。まあこれね。私は3。はい。チャボが？はい。私は3までしかやってないので。あ、もう全部入ってないな。そうですね。そうなんですよ。いやでも2も3も BGM すごい良かったけどな。いやもちろん。でもそれはだから、はい、でも逆に言うと、うん、今123がすごくいいって思ってるんだったら。うん、はい、多分それ以上の評価されてるのがこの後続々登場するよっていう意味では羨ましい、うん、そうですね、ああ、うん、そうですね、あ確かに、まあ、これが1位の力かってなります、うんうん、なんかその、はい、正直このゲームに同じシリーズの中とはいえ、はい、順位つけるのはどうなんだっていう話もねもちろんあると思うんですよ、はい、そうですね、うん、ちょっとそのもちろん先ほど宇奈さんがね言った通り、はい、人それぞれやがなっていうことだし、うん、なんだけどでもまあ興味はあるじゃないですか、他の人ってどうなんだろうみたいなね、うんうんうん、だしそうです、ね、俺的にじゃ嬉しかったのはなんかその、はい、まあ、NHK がね、はいはい、ゲームのこの1シリーズ、ね、うん、まあ1シリーズだってかなりね国内では相当な評価を得ている、もちろんねはい、国民的 RPG といっても過言ではない、うん、タイトルではありますけども、それをこう一つ取り上げて、はいはい、この時期にねこれをやったっていうのはすごく、はい、なんだろう、うん、なんかゲームファンとしては嬉しいというか、うんうん、そうですね、番組見てないくせに何言ってんだって話ですけど、ちょっと俺知らなかったんだよ俺もね、はい、ツイッターで知ったんで、何それみたいななんかそこは嬉しかったな。ちなみに私はでもまだね、だから10始めたばっかりだから10の評価は出ないんですけど、ただかつて1回やって2時間ちょっとで挫折した経験があるのね。10がですか？そう、俺にはちょっと最初ちょっとついていけない部分があって、はいはい、最初の壁をちょっと突破できなかったっていうか、入りって大事ですよね一応食わず嫌いではなかったんだけど、でもちょっとダメだったやつが1位かと思ってちょっと、いやまあね、別に人がいいから俺にいいかっていうのはまた別の問題だから、もう全く別ですね、別にそこそれと重く受け止めてるわけじゃないんだけど、なんかちょっとこう、あ、そうなんだみたいなという思いでちょっと昨日始めた、またねあのほとんど忘れてるから やり始めたんだけど、やっぱり、うん、はい、俺なんでダメだったんだっけっていうのはあんまり覚えてなかったんだけど、もうやり始めて数分で、はい、あーって思って、はい、そうか、やっぱこのキャラクターに俺入れなかったんだっていうこと、主人公に、あ、それだなーって、うん、すげえわかる、そこが一番大きいけど、はい、でも FF ってね、はい、ドラクエとやっぱ違って結構主人公に個性が多少あるものの方が多いからね、うん、そう、主人公のセリフがあるっていうのがまずね、でも、うん、そこはやっぱりね、でも、先駆者としてドラケーがいたから、うん、ね、まあ、スクエアとしても同じもの作ってどうするんだって話はもちろん当然のことだからあって、うんうん、
ね、でも同じジャンルで勝負する中でいろいろ違いを見つけて、ね、うん、工夫されたシステムだった、はい、だろうし、うんうん、で結構ねストーリーとかその、うん、ビジュアルにドラクエには負けないぞって意気込みでずっとね、うん、進化してきたタイトルだと思うから、うん、そこはやっぱりまあね、まあ、合う合わない別にして、そこに特化していったっていうのはまあね、うん、まあ、英断っていうか、まあ、そういうことなんだろうなとちょっと思ったけど、ただキャラクターのね投票で、うんうん、まあ1位がね、はい、クラウドだったんですよ。まあまあまあ、まあ、それはまあまあ、まあ、セブンがやっぱ強いからね、はい、うんうん、2位がね、はい、ユーナ天の天のヒロインなのかな、うん、が2位だったんですよ、はい、で僕まだそのユーナって会ってないんで、はいはい、絵的なものしか知らないんですけど、絵的にはこれあれでしょう、なんかどう考えてもこれはなんか、いや分かんない、俺が勝手にそう思ってるだけだけど、発売時期的なところもちょっと加味するとですね、これイメージ的にこれ、はい、広瀬涼子あたりじゃねえのかみたいなね、顔出してきないですね。あ、そうなのか、いや分かんない、俺が勝手にそう思ってるだけなんですけど、うん、いやそれがねちょっと僕ほら主人公がちょっと厳しい、今のところまだは厳しい厳しい、わ、うん、かります。でもまあこれはきっと慣れていくに違いないと思いながらもちょっとね今、まだちょっと1時間ちょっとしかやってないんですけど、いやこのヒロイン2位の実力をねぜひいかんなく発揮していただいてぐいぐい僕を天の世界に引きずり込んでいただきたいなという期待を持ちつつ、うん、3位がエアリス、まあまあまあこれもまあセブンゼしょうがない、で納得いかなかったのが俺のビビちゃんが4位だったっていう。あー、おー、ビビ9でしたっけ、ビビは。3ビビもうちょっと、はい、いやこれ3位ぐらい、銅メダルぐらい上げてよかったんちゃうのこれとは個人的な意見としては思いましたけどね、うん、まあ、ちょっと記憶が超新しいんでね、うん、俺今ね先週クリアしたぐらいな感じなんでね、そうですよねっていう立場から言わせてもらうと、これチャンビビもうちょっと上でよかったかなみたいな、あとなんか世の中的には、うん、ティファ9位が相当納得いってないみたいですけど、ちょっとだいぶ7のキャラクターでしたっけ、そうツイッター上も割となんか荒れたらしいんだけど、ティファが9位だとみたいな、でもそんなこと言ったらセブンのキャラ何歩ほど上位占めるねんって話になっちゃうから、そうですよね、あ、まあ、ただ、まあ、割と当時からなんかエアリスとティファのそのそれでそのなんか派閥みたいな、はい、プロラナタイプやん、 俺はエアリス派だみたいな、なんか、うん、そういうのもあったんですけど、当時もありましたよねそれはね、いやいや、うん、当時そういうのあったから、うん、ここで、うん、この2020年で決着がついたようだなってなんかエアリス派は言ってたみたいな、とうとう決着がついたようだなみたいなでそういうなんか時代を超えてなんかそういうのがあるっていうのはすごくね、うん、俺はいい文化だと思うんですけどね、うん、そうですね、うん、分かんない人から見たらなんかちょっと気持ち悪いって思うかもしれないんだけどいやー俺は非常にこれはいいね、うん、さあじゃあ本戦だから雑談はこの辺にしときまして、はいはい、はい、エラゾーマ1うわっ直撃は回避うぃー、ね、はい、9怖い10、11、そろそろ来るかなぐらいですかね、いきます、はいよ、完全に消し取ってた、やっといけた、 OK、 ちょっと気は遠かったんじゃない、大丈夫まあ、あの当たりづらい方向を選びました2発でも殴りたいので4、レアゾーマ、当たるどうしてメラゾーマ当たるの、はい、エスト0です、はい、はい、7、うなぞさんエストはあと5、4、あ、素晴らしい、だいぶありますね、
だ僕は、うん、あれじゃないですか、なるべく影を取るように。ちょっとね、チャボも今も減ってるから、ね、ですか、うん、4目の相撲引いてるとかわせるようなイメージですね、メラトーマ。ああ、なるほど。 8? 8か9かそのぐらいです。うーん、そろそろか。9、そろそろ来ます。はいよ。ああ、ごめんなさい、私無理です。エスポジュニート、はい、星に来ますね。9、そうか、突進来たら6外して走れんのか。そうですな、あぶね。あー、これ嫌な位置だな。来た。あー、来ます、ビーム。あー、ダメだ、飛ばされた。うへー、あー、スタミナ。はい、1? 1、あー、2点。うわー、ロック外したのに壁が遅かったな、ごめんなさい、うん、あ、でも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 、うん、でもいいとこまで来たぞ。8割いきましたね、8割。よしよしよし、うん、ちょっとあれだな、だから、うん、ナンバーエスト使わないかだな、前半。そうですね。もういかに持久戦に備えるかですね。うん。